ただ汚れるだけがヒップホップと思ってる外資がいたのか知らねえな。俺は履いてるエアフォースワンでも今日の優勝選ぼうかな。いつもの通り遊び方だな。そういう分かったお前の考え、お前の考えはよく分かった。去年の優勝で何が変わった。何もかも変わってねえのかもな。お前じゃ見れなかった景色は見たけどな。そういうところだぜ、いい抵抗という場所の世界だろ。綺麗なやつを見てんだ、納税しろ。親のすねかじらずてめえで頑張れ。全てを食った夢、俺は女を食わしてチャンプに上がるぜ。ああ、間違いだらけの人生を歩みながら間違えてねえのが俺なんだよ。俺はそのジャングルジムよりも滑り台よりも上にいたいタイプ。えいょ、俺は自分自身で作ってきた、デビーと思いながら野宿もしてきた。今となったら嬉しいせんべい布団、どっちにベッドするかって話だろ。どっちにベッドって、俺は元から気合が違うんだって。言葉遊びじゃねえ、人間堕胎おさぶん愛と革命ゆえに生まれる信念、こっから出る。俺の言葉は愛の言葉、お前は街を知らない、だから薄っぺらい、俺に届かない。バカ野郎、壁が高いんだってな。俺は言語の壁越えてここまで来たぜ。分かってない、ブラジリアンザコ MC、 ここでムナジリだ。はーい、いや無駄にしたバス、お前はマスター。落ちるなブラック、いつだっても俺ステップゼンするダイナマイク、ワンパスでかますブラックじゃ。ああ今日切っちゃってやっぱ退屈だなとか思ってたけど最高だな。お前みてえなラップ聞いてると血湧き肉踊るようなステージ楽しいな。ゴンパーこいつ離さねえ、俺は36になってもマイク置けねえ、大人げねえ大人だぜ。 OK ねえ、見たらわかるだろ、待ち時間待ちでスマホ触って上から目線しかできねえからダメなんだよ。だって MC マジであのギターフォー忘れたのか、フロアの遊び方。俺がフロアにいたのお前らが何よりも見てるはずだぜ。あ、もう諦めたことも無駄にあったが、その上から突き刺すスカイアッパー。自分が出演するイベントの時だけフロアでチェケラよ、悩ましい遊びに来てんのこいつ、ライブ月一も見たことねえんだ。悩ましいダイナマイク、愛知の看板の前に地元すら背負えないやつが愛知代表笑われるぞ。こいつ悩ましとか言ってるくせにイベントに来るか来ないか選んでるから俺のライブ見てないんだよ。だから無理な話、どんなイベントでも悩ましいぶちかましいよ。いや分かってねえな、イベントに来てくれて愛知に開いてくれてる経営者にリスペクトもねえのかよ。そういうやつじゃもう街でぶち上げんだよ。